今ね、マレーシアのジョホールバルにいるんですけど、これから飛行機に乗ってクアラルンプール向かいます。ああ、そうなんですね。1日7本、8本飛行機飛んでたんですけど、普段ははいはいはい、今1本しか飛んでないですよ。うん、飲んでるんですか。いや、乗る人いないからですかね、このご時世コロナで。ああ、うん、またアメリカもひどくなりそうですよ、コロナ。あの、カリフォルニアとかまたレストランの持ち帰りだけになって終わらないって感じのところだからね。ないですね、これね、本当にね。どうなることやるですよ。大統領選までなんかいろいろありそうですね。11月3日ですよ。今のうちとか逃亡してるからいいですか、ちょっと。シアトルまた暴動みたいになってますよ。あ、なってます今また。つい最近あのオレゴンのポートランドがもうひどかったんですよね。もう暴動ですよ、はい、で本当の暴動。なんかの刑務所とかに火つけてそこから仲間を脱出させようとかするらしいです。わけのわからん、全然関係のない奴らが暴れてって感じですよね。関係ない、どさくさ紛れてみたいな。はい、もうそんな感じで、うん、で、今度またそれがシアトルにまたこんななって、で、トランプさんももう即行今軍隊送ってきますよね、特殊部隊。ああ、そう、特殊部隊ちょっともう抑えかかりに来てますもんね、もう。ああ。で、このアメリカって不思議で、この州によって共和党の州と民主党の州ってあるじゃないですか。はい、シアトルの州たちとこれ何も市長さん言わないんですよね。もうなんか自由にやらせてあげるみたいな。どうなることやるんですよね。で、最近ニュースで目立つのがね、米中、はい、米中米中っていっぱい書いてあるんですよ。はいはい、そうですね。毎日のように。うんうん。お互いが牽制しちゃったんですよね。なんかこれまた前もあの北朝鮮の時あったじゃないですか、はいはい、始まる始まらないで始まらなかったんですけど、はいはい、結局今回どうなんですかね。今回は親玉同士ですからね。まあそうですね。アジアのアジア中国と、うん、世界のアジアアメリカと。で、結局アメリカってやっぱり他の国が自分たちを超えすぎちゃダメなんですよ、やっぱり。そうですね、昔の日本みたいですね。そう、だって昔は中国を助けて生産をどんどんね回してあげて、うん、それでまあアメリカに商品を送ってっていう貿易やつじゃないですか。そこで謙虚にしとかないとダメだったんですかね。うん、それが今世界を取りに来ているんです、中国でね、経済の方で。そこが許さなかったですね。見てますね、今自分たちが中国を買えないと中国が俺たちを買いに来るぞって言ってますもんね。あ、言ってます、アメリカで。はい、ポンピオ国務長官が、もうそんなに言ってるんですか。もういつ始まってもおかしくないっていう感じの。大使館とかもバンバン閉まってますもんね、領事館が閉まってるんですか今。え、知らないですかニュース、うん、ヒューストンにある中国領事館かな、うん、7月21日にトランプさんが3日で出ていけるって、72時間で、うん、だから中国の大使館の人が突然出ていかないとダメなんで、トランプ館でもいっぱい書類とか燃やし出しちゃったんですよ。嘘。消防車が来て、消防車が中に入ろうとしたら、なんかあの違い方形かなんかで中に入れさせなかったんですよね。うん、そんなんで大揉みしてて、つい最近一応中国大使館は中には人がいなくなったみたいですよ。嘘。ヒューストンの。で、それの報復で昨日かなんかあの成都にあるアメリカ大使館かなんかが同じように72時間で出ていけみたいな感じになって、うん、もうなんか戦争始まる前の状態みたいな感じですよね。なっちゃってますね。部活とかだと対戦前では挑発試合みたいな感じになってるんで、ね、そんな感じですよね。アメリカはね、中国がこう出てくるのは、まあ、予想してたでしょうけど、うん、次言われてるのはサンフランシスコにある中国領事館を閉めてくるんじゃないかって。ああ、サンフランシスコか。アメリカが言うにはもうそういう領事館がもう全部あのその共産党のスパイ行為の元になってる、うん、基地になってるから、もうそれはもうアメリカ国民のためにならないからっていうので72時間出しましたね。うわ、やっぱりその中国大使館側もやっぱ燃やさないといけないものがあるんでしょうね。うん、まああるでしょうね。で、それをもうバンバンドラム缶に入れて燃やしてらしいですよ今。しかも軍事演習してますよ、あのちょうど海で中国は。ああ、今日かなんかのニュースかなんかにすれば、いかにもですね。なんかね、あんまり良くない動きですね。大丈夫かな。トランプさんだけなんか勢いいいじゃないですか。トランプさんはね、うん、
困っちゃいますよね、でもね、うん、なんで人間って平和を選ばないんですかね、こうやって。なあなあ、なんなんですかね。うん、中国とかやっぱり世界支配したいでしょ。それは両方したいんじゃないですか、やっぱ。だって中国もアメリカも経済って、なんで経済で戦ってるのに、いきなりなんか勉強で勝てなくて、あの暴力で来る不良みたいな感じになっちゃうんですよね、なんかね、ちょっとおかしくないですかね、それね。ねえ、うん、人はあんまりいないですか、空港。人、まあ、ちょっといますよね。ちょろちょろぐらいですか。うん、見てください、このメガネとこのマスク。おーおー、うん、メガネ曇ってますけど背に腹耐えられないから、完全防。いやちょっとこれもう平和になってほしいですよ、今までね。今はもういかにも始まる感じですよ。あー、もうアメリカ本土そんな感じですか、ニュースも。もうそんな感じですね。してくれればいいんですけど、かなりやばい状況です。日本はアメリカ側につくしかないですもんね。ねえ、そうだね、もう、うん、空港みんなマスクしないと入れないですか。まあもう外マスク必須ですよね。あ、そうなんですね。もうマスクしないとね、外歩いちゃダメですよ。あ、そうなんですか。こっち外出はそんな人によるって感じですね。でも室内はもう絶対ですね。あー、うん、スーパーとか。でもね、今回ではファーザーの一件でいろいろとこの戦争の話も出てきましたよ。まあどうなるかっていうのはちょっとね、これ言えないですけど、ここでは。ああ。動画収録してる形でちょっと言えないですけどね。ファーザーの本体は。当然ながらファーザーは日本の中枢のね、お話をしてるわけですから。そうですよね。うん、まあ、ちょっとね、いろんな意味で準備と覚悟をしといた方がいいかなと思うんですよね、皆さんね。そうですね。ということで、でもね、大地さんもほら中国になんか仕入れに行ったりとかしてるんですけど、それがもういけないですね。ねえ特にアメリカのパスポートですし。そうそう、大地さん生まれは日本人なのにいつの間にかアメリカ人になってたってね、大丈夫ですか、ね、そうなんですねちょっと中華系は当分は無理ですね、ちょっとね、うん、危険で入れないですね。うん、だって大使館の人たちもね、領事館の人たちも追い出されてるぐらいですね。そうですよ、うん、スパイ扱いされて捕まったら大変ですよ。大変ですね。やっぱマレーシアでも安全だと思いますよ、いいよ、まあ、そういうのも。ということで、ちょっとお互いにいろいろこのニュースを慎重に情報交換しないと。そうですね、はい、アメリカが今そういう雰囲気だと思うんですね、はい、今度もね、もうそういう、もういつでもっていう感じですね。ああ、ね、また何かちょっと聞いたらすぐに連絡しますので。はい、わかりました。気をつけてください。はい、わかりました。じゃあ、ありがとうございます。はい、じゃあお疲れ様です。じゃあまた、お疲れ様です。